こんにちは、山瀬のりべです。今日は BJ クラシックの素敵なラウンドフレームご紹介したいと思います。今かけてるのが BJ クラシックセルロイドコレクションの中のですね P524NMPBT2 になります。いかがでしょうか。でこちらですね、カラーが119クリアオリーブですね。でこちらですね、セルロイドコレクションなんですけど、この119っていうカラーはですね、アセテートになってます。アセテート独特のですね、透明感があって抜け感がある色合いをですね、楽しんでいただけるモデルになってます。形はラウンドスタイルですね。でラウンドスタイルっていうと、こうレンズがね、こう小さめなんですけど、このレンズが小さめなラウンドタイプでね、特徴になるのがこのブリッジの形と、この血の部分ですね、このフロントのエンドの部分なんですけど、こちらもですね、すごくバランスがよく素敵にデザインされてると思います。でこのカラーリングとね相まって、とてもねかけやすいラウンドフレームになってると思います。そしてこのフレームのもう一つの特徴、かけやすさがあります。ラウンドフレームというと、デザイン的にこの鼻のね、ノーズの部分がこうなだらかになってしまいますので、ちょっと下がってくる傾向はあるんですけど、こちらのフレームですね、チタン製のクリングスを採用しています。一人一人のお顔に合わせて調整して快適にかけていただくことができます。そしてもう一つの特徴ですね、テンプルの芯材にベータチタンを採用しています。適度なこう弾力性があって、ホールド感ある掛け心地になってます。とてもね、軽く感じる掛け心地ですね。ラウンド系のメガネを探している方ですね、こちらのフレーム、とてもこう掛けやすいというか、顔の馴染みも良くて軽くて掛けやすいフレームになってます。そしてクラシックテイストもね、とても感じる味わい深いデザインですね。ぜひ山線でこの素敵なラウンドフレーム体験してみてください。お待ちしております。メガネの話題やサングラスの話題、そして自分の好きなことや趣味なんかを動画にしてアップしてます。ぜひチャンネル登録お願いします。そしてこの動画気に入っていただいたら、LIKE ボタンですね、いいねもよろしくお願いいたします。楽しみにお待ちしております。ではまた。